そういえば EL が来てたじゃん。みんな見た？みんな見ました？ EN 来たじゃん。 EN やっぱり EN はあれだね、なんかなんて言ったらいいのかな、コンセプトがやっぱりすごいくっきりはっきりしてるよね。5人一気にガッて来た時のその、そうバックグラウンドっていうかさ、まとまりみたいなのがあるじゃんね。えキャラのコンセプトがね結構はっきりしてるから、あれだよね、物語性がなんかその一つ一つのまとまりであるみたいな感じの、あれいいよね。あれ結構なんか分かりやすいというかね、え仲良くなれるといいね、なりたいね。まあ、JP はねバラバラ、バラバラというかそのバックグラウンドはバラバラだけど、バラバラな人たちが一斉にこうガッて集まって、ここから集合体になっていくっていうのもまた面白いと思うんだよね。3期だけファンタジー、ホロライブファンタジーみたいな感じ、あとゲーマーズホロライブファンタジーっていうのあるけど、4期からまたなんか特になんかファンタジーってつくこともなくなって、5期もそうじゃん。だから結構なんかあれだよね、統一感があったりとかバラバラだったりとか、まあそういう意味では結構面白いのかなと思うんだけどね。スタンドプレイから生じるチームワーク、それなんかよく聞くわ我々にチームプレイという言葉は存在しないみたいなやつでしょ。存在するとするならスタンドプレイから生じるチームワークだけだみたいな、それよく聞くわ。みんな好きなんだね